からしてリンゴ売り、きっと誰かがふざけてリンゴ売りの真似をしているだけなんだろう。僕のテレビは寒さで画期的な祈りなり、とても醜いあの子をぐっと魅力的な子にしてすぐ消えた。今年の寒さは記録的なもの、凍えてしまうよ。僕と指切りしようよ、軽い嘘でもいいから、今日は一日張り詰めた気持ちでいたい。小指が僕に絡んで動きが取れなくなれば、みんな笑ってくれるし、僕もそんなに悪い気はしないはずだよ。流れていくのは時間だけなのか、涙だけなのか。毎日ふむふむ氷の世界。だけどできない理由はやっぱりただ自分が怖いだけなんだね。その優しさを密かに胸に抱いてる人は、いつかノーベル賞でももらうつもりで頑張ってるんじゃないのか。震えているのは寒さのせいだろう、怖いんじゃないね。Thank you.